ステージと皆さん観客席の間仕切っているカラーコーン、カラーバー、パーテーションには触らないようにお願いいたします。体重かけてね倒れちゃったりすると危ないんで、みんな触らないでね。それから暑いから皆さん水分補給をしっかりしてください。それでは次の PR ステージはネオ雑踏と千姫ちゃまです。先にネオ雑踏の皆さんよろしくお願いします。改めましてネオ雑踏ファン感謝祭春2018 in 栃木に多数のご来場いただきまして誠にありがとうございます。多くの大歓声にお応えして再度ステージに登場させていただきました。改めてファンの皆様に感謝でございます。改めてキャラクターの詳しい紹介をさせていただきます。栃木県の地元でもあります。まずは小山くま君を紹介します。人口16万6千人を誇る栃木県第2位の人口を誇る小山市より、顔に漢字で大山となっています。開運小山くまです。小山市は開運の町小山と言われますが、なぜに開運なのかと説明をすると、今から400年前の1600年7月24日徳川家康公が上杉家を討伐するために会津福島県に向かう途中に小山に本陣を置きました。その時石田三成挙兵の砲が入り、急遽徳川軍は会議を開き、このまま矢吹寺君を撃つべきか、反転正常してやる気なしを撃つべきかと考えたのです。これが世に言う小山評定と言います。このあと小山熊君はやる気なしを討伐のために西に向かい、見事やる気なしを倒し、小山熊君は見事勝利し、300年続く江戸幕府成立の道筋をつけたことで、小山市は開運の町と言えるのです。ということで小山市は開運がいっぱいありまして、恋愛、グルメ、健康や商売などいろいろと皆様の運を開くものがいっぱいありますので、ぜひとも栃木県小山に遊びに来てください。続いてと行きたいところですが、お時間の都合上でカットさせていただきます。以上、やる気なしをね、やぶきじくん、開運小山くま、ネオザストステージでした。ありがとうございました。まだ時間ありますよ。いや、どうぞどうぞ、時間まで使ってください。どうぞ、まだもったいないですから、まだあとあります、まだ時間、まだあと3分ありますから、ゆっくり使ってください。はい、先ほどですね、やぶきじくんがですね、本日すごい矢吹寺君のファンの方が多いということで喜んでおりまして、このあと、ステージの後ろの方で1時間ぐらいですかね、握手会をやるっていう。いいですよね。ということがございますので、このあと皆様、ネオザストのパレードも こちらの方でやらさせてもらいますので、ぜひともお越しいただければと思います。この後のさっき噛んだイベント情報をもう一回言ったらどうですか。原稿が今持ってきてなくてですね今週の、あ、違う、今週じゃないです、今度の土曜日、5月5日なんですが、道の駅羽生という場所で、矢吹寺君と、やる気なしをもう参加させていただきまして、ネオ雑踏子供フェスティバルとで、先ほど噛みましたが、無事なもんも遊びに来てくれますので、ぜひとも皆様、ネオザストの本拠地の、羽生市の方にお越しいただければと思います。以上です。はい、はい、大丈夫。終わったんですね。はい、じゃあ降りてください。はい、ではネオ雑踏のステージでした。ありがとうございました。落とし物のお知らせです。長靴落とされた方いませんか。
あとこうハンカチとかスカーフとか落とし物本文に届いています。皆さん身の回り今一度ご確認いただいて、こうないものある場合には本部にお問い合わせください。届いてるかもしれません。では続きまして、矢吹寺くん、千姫ちゃまのステージだから、千姫ちゃまのステージだからどいて。はい、では続きまして、茨城県常総市、千姫ちゃまのステージです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、栃木県のお隣茨城県の常総市から来ました、私は第16代常総市観光大使千姫様の鳩見愛と申します。そして私の隣にいるこの可愛らしい女の子は常総市のマスコットキャラクターの千姫ちゃまです。よろしくお願いいたします。なんで千姫ちゃま、そして私が千姫様と言いますと、常総市にはですね、徳川家康の孫娘である千姫様のお墓が愚行寺というお寺にあります。そのことから常総市ではですね、観光大使、私たちのような観光大使に千姫様と、そして千姫ちゃま誕生しました。千姫ちゃまの誕生日は千姫様と同じ4月11日です。つい最近誕生日を迎えまして、年齢は秘密です。聞かないであげてください。そして千姫ちゃまの好きな食べ物はですね、なんだっけ、ありがとうございます。今日本日もですね、ブースで配っていました、うまい棒です。うまい棒はなんと常総市で作られてるお菓子なんです。皆さんご存知でしたか？ちょっと知らなかったという方、よかったらこの後常総市のブースにお立ち寄りください。そして常総市はですね、お米が豊富に取れることからですね、お団子や日本酒、おせんべいが名産品としてございます。千姫ちゃまも大好きなんだよね。ちょっと人の話聞いてるのかな、大丈夫かなね。ちょっとね、プロフィールではね、おしとやかな女の子っていうことになってるんですが、ちょっとステージが大好きなので、もういつも以上に踊ったり、ちょっとおてんばな姿を見せてくれています。よかったら今日いっぱいお写真撮っていってくださいね。で、今日はですね、千姫ちゃまが来ました常総市のイベントを2つご紹介させていただきます。まず、昨日から始まりました頑張って常総フェスティバル2018です。このイベントの総合プロデュースを行っているのは、なんとあの毒舌で有名な泉谷しげるさんです。なんで泉谷しげるさんがこのイベントをプロデュースしているかと言いますと、3年前にちょっと常総市はですね、水害の被害を受けまして、その時に泉谷しげるさんが、常総市で復興支援ライブを行っていただきました。その際に常総市のお米を食べて、なんだこのお米はうまいぞと言ってですね、ちょっとまた来たいと言って、今回このイベントを行ってくださっております。このイベントはですね、昨日から5月6日日曜日まで9日間、常総市の地域交流センター豊田城で開催しています。このイベント中はですね、今日と明日はグルメフェスと言いまして、市内の美味しいグルメ、味自慢のお店が出店しています。そして会期中はですね、ずっと常総市の名産品販売や、また泉谷茂さんのトークショー、そして、5月5日にはライブも開催します。ぜひ皆さんお立ち寄りください。お待ちしております。そして2つ目はですね、本日ももう春からすっかり夏だなという感じの気温ですが、常総市の夏の風物詩ともいえる常総鬼怒川花火大会です。こちらは、約1万発の花火が打ち上げられまして、毎年10万人を超えるお客様に来場いただく人気の花火大会となっております。今年もメッセージ花火や、有名花火師による花火イリュージョンを行います。ぜひ会場に来て、この花火をですね、ぜひ見ていただきたいなと思っております。そして今日ですね、ちょっとそのなかなか常総市に行けないな、美味しいもの食べれないなっていうふうに思った方、今日常総市からもグルメ出店来ております。まず削りいちご販売しております。こちらはですね、冷凍したいちごだけを削って作るかき氷です。もうそれはですね、フォトジェニックな一品となっております。ぜひこの暑さです、召し上がってください。
そして2つ目、上層焼きそばです。こちらはですね、ニンニクの効いたすっごくね、もうお酒もね進むような味になってます。今日の夜のお供にぜひいかがでしょうか、皆様。そしてこの焼きそばにはですね、上層市で作られているお菓子ハートチップルが入ってます。これがなかなか絶妙な食感になっておりましてね、皆さんぜひ一度お召し上がりください。そして上層唐揚げ、こちらもございます。新鮮な鶏肉をですね、店の自慢の味付けをした柔らかくジューシーな唐揚げとなっております。そして最後にハーブソーセージございます。こちらは地元産の豚肉を使いまして、10種類のハーブで味付けしたソーセージです。ちょっと食べるときにね、肉汁がちょっとブワッと出てくるので気をつけてお召し上がりください。ステージ終わったら、そして、あ、陽一くん、陽一くん出番かな。千姫ちゃまの大好物のうまい棒、茨城の味のね、納豆味を本日ちょっと誕生日プレゼントにお持ちしました。じゃあちょっと千姫ちゃまから陽一くんにプレゼントしようか。はい、陽一くんおめでとう。ありがとうございます。陽一くんうまい棒いっぱいだね。お客さんからもいっぱいもらってるからね、ちょっとずつ食べようね。ね、千姫ちゃまよかったね、あげられてね。よいちくんもよかったらそのナタージいっぱい食べてください。上層市はですね、こちら大田原から車で約2時間、そして都心からですとつくばエクスプレス、関東鉄道上層線を、乗り換えして約45分ですねのところにございます。ぜひ皆様、このゴールデンウィーク、そして夏休み、ぜひ上層市に遊びに来てください。私たちがお待ちしております。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日暑いですからね、特に削りいちごがとっても気になりますね。皆さんぜひ上層市さんのブースでお召し上がりください。千姫ちゃまでした。ありがとうございました。続いての PR キャラ